さん、長友の代表復帰に物申す。ブリオ氏は今回の長友選出に俺だったら呼ばないと自身の見解を示し、その理由を次のように語る。年とかそういう問題ではない。FC 東京でも去年からあまり調子が上がらない。パフォーマンスを見ていると少し落ちているような。絶好調の優斗なら40歳でも45歳でも呼ぶけど、少し衰えている感じがすると語った。中山伊藤が怪我だから単純に人材がいない。佐々木翔でも良かったとは思うがな。あれほど人材豊富だなどと騒いでたのに前時代に戻った感。ダッチュ監督の指示がないと何もできない人がいるし、試合中に声の掛け合いも足りないしね。長友に頼らなければならない現状を恥じてほしい。前回の時点で90分スタミナ持たなくて交代カード1枚使わなきゃいけない状態だったもんな。コロナが流行って交代が5人になって助かったけど。中山も伊藤も絶対的ではないし、熱量求めるんだったら長友でいいじゃんってこと。怪我ありきでまとも SB がいないからな。北朝鮮相手なら経験値とムードメーカーの長友4読かってなる。まあ上北朝鮮を現役で知ってるのが限られてるから読んだ感じだろ。チームがバラバラになった時にまとめる年上の人間がいるんだわな。長友はぴったりだろ。森保が盛り上げ下手だから、代わりに長友なんじゃね。まあ主な役割はモチベーターだろうな。出場は何かトラブルがあった時、